吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。向こうに大きな煙突が見えますが、これは東京電力の広野の発電所、福島県の広野町にあります発電所で、ここから大きな送電線が走ってますが、この左手方向にはここから見えませんが、福島第二原発がこの向こうにあります。そしてさらにその向こうには今回事故が起きました福島第一原発というふうに続いているところです。ここからはそうしたものが何も見えない状態になってますが、この荒涼たる雰囲気というものが皆さん方には感じ取っていただけるだろうと思います。この先わずか数百メートルのところからはおそらく通行止めになっていると思います。原発事故の警戒区域に入りますので通行止めになっております。高速道路は広野インターのところでバリケードが置かれて通行できなくなっておりました。どういう状況かということを少しご案内したいと思います。終わります。